さて、不死身の私をどうやって殺しましょうね。こんにちは、阿部の生命役、平川大輔です。短い2年しか生きられないこうキャラクターたちがどんどんと変わっていく作品ですけれども、それぞれが精一杯に生きて熱くこう突き進んで突っ走って自分の精一杯の力で生きた、なんかすごく清々しくてなおかつとっても温かい気持ちになる、そんな作品だと思いました。今回の作品では悪役という形になるのかなと思うんですけれども、とても悲しくて切なくてでも熱いキャラクターの彼が今回のその作品の中で、そういう行動に出るに至ったのか考えたり感じたりしていただきながら、プレイしていただけるとまた作品世界がより一層膨らむんじゃないかなと思っています。もう気持ちをいっぱい込めて、収録の方に臨ませていただいたつもりです。俺の屍を越えていけず、ぜひプレイしてみてください。